ここからは習近平政権が目指す経済覇権戦略とリスクについて伺っていきます。こちらです。中長期的な経済政策を討議する重要会議三中総会、慣例通りであれば昨年秋に開催されると見られていたんですが、7月に開催することを先週中国共産党が明らかにしました。不動産不況が懸念される中、どのような経済方針が打ち出されるか注目が集まっています。カリュウさん、三中総会ではどのような方針が示されると見ていらっしゃいますか？分かれない。慣例でいうと、この三中総会という会議では、はい、大体大きな改革 の、 その方向性を決める、その一つ重要な会議なんだけれども、昨年の秋に開かれなきゃいけない会議なのに、どん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 先送りされて、で7月になるんだけれども、やはりその方向性がですね、定まっていないというのがまず一点であって、で課題がもう今日のこの今までの議論もそうだけどありすぎて、経済どうその持続していくかっていうのがまず1点。2番目が、僕はね、未だにはっきりしてないのが、去年失踪した秦剛外相と李尚福国務大臣、この2人、解任はされてるけれども、でも何らかの その説明、例えばどうして解任されたのかとかですね、やっぱ言わなきゃいけないので、そういう人事の説明をするのが三中総会の場に、今回その可能性、今は全部イレギュラーになってるもんだから、ありとあらゆる会議っていうのは、レギュラーの議論したってしょうがないので、だからそういうもろもろもろいろんな課題を整理すると、今回は僕は改革の その大きな方向転換というのはありえないと思っているんだけど、ただいろんな憶測があって、いやもうひょっとすると市場経済にまた戻ると、僕はその可能性がもう可能性極端に低いので、だけどやっぱりいくつか何か の その政策みたいなものを出してくるじゃないかなという感じはします。正直に申し上げて分からないんだけど。ただじゃあカリスさん、例えばその 今前半でちょっと出たようなね、その過剰生産能力がもしそこに問題があるとすればですよ、そういう問題に対しての大きな今後の、例えば国営企業なり、ないしはその地方や中央 の、 その特定の産業に対する補助金の問題とかね、そういう話っていうのを本来は話し合う場なんですよね。反町さんね、これ、実はこの議論がね、全く間違っていて、なぜかというと、補助金を出せば出すほど過剰生産能力が高まるわけです。だから補助金出すならば消費者に出さなきゃいけない、だからこの議論を北京で知ってる人がいない。それはどうしてですか？怖いからです。怖いから本当に怖いですよね、それはね。それ要するに、でも経済的なその本来あるべきその経済の持続性とか成長のために必要な補助金政策はどうあるべきかという議論に達していないということですよね。そういう議論していないということですね。今回のこの補助金というのは、まず国有企業に対してで、BYD というのは例外で、あれが民営企業ではあるけれども、電気自動車なんかの長男みたいなものだから出されたんだけれども、だけどこういうのを出しているとって、どんどん我々経済学を学んだ人間からすると、需要と供給 の、 その均衡点からどんどん外れていくわけですから、戻ってこないんですよ。だからこういう是々非々の議論がですね、政策 の、 その執行の段階できちんと議論しなきゃいけないんだけれども、僕からするとただ結論ありきの議論がほとんどなるものですから、なかなかそういう正論みたいなのをですね、言う人がいないのが僕残念だと思います。真壁さん、いかがですか、この三中総会。今まで の、 こういう総会というのは、基本的なその政策を変えていくとか、改革をするとかね、そういうことを議論する場だったはずなんですよ。ところが、今回は多分そうならないだろうなって、多くの人、私も含めて、カリさんもそうだと、皆さんそうだと思うんですが、そうだと思うんですよね。でその時にじゃあ何を議論するのかって言ったら、要するに言葉尻で美辞麗句を並べて、今の政権がうまくいってるんだということをですね、来賛するようなそんな会議にせざるを得ないのかなという感じがしています。それはなぜかというとね、日本もその経済的な問題いろいろ抱えてますよ、ただそれは間違いないんだけど、それと同じぐらい、あるいはそれよりも大きいかもしれない問題をね、中国経済ってあれたくさん抱えていて、でしかも大きな問題は、要するに習近平さんというその大黒柱、要するに皇帝と言われているような人がですね、
本当に経済のことを真剣に考えて経済政策を考えているんだろうかと思うぐらい、まあ、私は経済学を少し勉強してるんですけど、うん、そういう人たちから見ると、うん、なぜこの人はこういう政策を打っていくんだろうという政策しか出てないんですよ、うん、それはなぜかというとね、うん、例えば、まあ、カリさんくしくもおっしゃったけれども、うん、要するに正論を言う人がなかなかその執行部に対して、うん、あの思い切った説、あの、うん、説をその開陳することができない、うん、だから例えば昔あの優秀なテクノクラート、まあ、要するに経済の専門家と言われた李克強さんとか、うん、はい、それから習小生、まあ、いろんな人がいたんだけど、うんうん、そういう人が残念ながら舞台から消えちゃった、はい、中国の不動産の問題ってずっと僕らの番組でも何回も、うんうんうん、カリさんも昔やってきてるんですけれども、こういう問題に対して抜本的な解決策を議論する場っていうのは三中総会本来そうあるべきあるべきでしょうね、はい、本来ね、はい、ところがそうならないんですよ、うん、それね、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、はい、まあ、ある人に言わせると、うん、まあ、要するに、中国の共産党政権は不良債権の問題はコントローラブル、うん、つまりコントロールが可能だと今でも思ってると。なるほど、うん、ただしあの不良債権の問題っていうのは、はい、私はあのバブルが弾けた時に銀行にいたんですよ、うん、ですからまずその、うん、間違いなく不良債権の問題の厳しさっていうのはね、もう身をもちて感じたんですけど、うん、要するにねコントロールするのは非常に難しい、うん、で最近中国の例えば銀行の決算見てても、はい、上場銀行がですね50、まあ、約60弱ありますよ、はい、でそこでですねリザヤが 1.8 が危険水域と、リザヤっていうのは貸し出しとの要するにもらってる利息と払ってる調達してる時の利息の差が 1.8%、はい、これがあの一つの基準なんです、はい、それを下回ってるのがね7割ほう、だからあの銀行の収益率がかなり落ちてるわけですよ。その時にですよ、はい、その時に中国の政府は、はい、共産党政権はホワイトリストっていうのを作って、はい、うん、不動産の要するに案件を調査して、うんうん、この案件は大丈夫だから銀行にお金を貸しなさいと、うん、だから日本 の、 あ の、 のバブル崩壊後 の、うんうん、あの自民党政権がね、放火帳を銀行に回して、はいはい、とにかく追い貸しでも何でもしてお金貸して延命させて、そうしているうちにまた景気が良くなるからとやりました。それが残念ながら今起きているということです。その状況が続くその先には何があるというふうに、まあ、要するに今日は中国の過剰生産の話なんですけど、中国 の、 その金融恐慌が起きる可能性もあるというこういう意味でいいんですか。そうです、そう思います。あの中国の銀行の収益力ってのはだんだん低下してる、はい、まあ、利ざやを見てれば明らかなんですけどね、はい、で不良債権比率も、うん、残念ながら上がってる、うん、でそれがどんどん上がっていくとなって、で不動産の、まあ、まず第一に不動産の価格が下げ止まってないんですよ、はい、まだ下がってる、うん、そうすると、はい、あ、まだ今もまだ下がってるんですか。下がってます。ほう、だからそういう状況で中国の家計というのは貯蓄率高いですから、うん、37%、まあ、まあ、4割弱ありますから、でお金をいっぱい貯めてる、でその資産をですね、うん、7割ぐらいが不動産資産、不動産なんですね、うん、でだから不動産の価格が落ちていくと、うん、要するに逆資産効果、負の資産効果、なるほど、なかなか消費伸びないですよ、うん、だから分かりやすく言うと、あのお金を借りて不動産買った、はい、それが半分になっちゃった、うん、あるいはもっとひどい場合には、うん、手付金というかお金は払ったんだけど、うん、まだ物件が完成しないという状況に、はい、まあ、一部なってるわけですよ、うんうんうん、でそういう状況下で、うん、お金使えますか、うん、使わない、使えないでしょうね。だからそれを何とかしなきゃいけない、うん、で過去の例えばバブルの時、はい、不動産バブル、例えば株式のバブル、はい、不動産の、はい、最終的には不動産のバブルの場合は、うん、不良債権はどういう経路を通っても銀行に集まってきます、うん、どういう経路を通っても全て銀行に集まってきて、はい、それは最終的には、ね、うん、公的資金を入れて、うん、解決するっていう方法しか、はい、歴史的に見てあんまりないんですよ、うん、だから中国はそこまでいくかどうかは分からない、正直言って、うん、はい、分からないけれども、はい、あのその可能性はですね高いんじゃないかと。全く日本と同じじゃないですか、うん、と思いますね。江藤さんは三中総会どうご覧になっていますか、うん、はい、この三中総会がいつまでも開けない問題というのは、うん、昨年ぐらいまでは日本も含めてチャイナウォッチャーは問題だと思ってたんですね、うん、なんでできないのか、できない理由があるんだろうと、うん、でも今年に入ってからですね見方が変わっていて、うん、そもそも三中総会を
秋にやらなきゃいけないという慣例自体を重視していない、三中総会の意味付け自体が変わってしまったんです。その中でとりわけ象徴的だったのは、全人代での首脳会見が、記者会見がなくなったように、外向けに発信をする必要性というメッセージ性を出す必要性をおそらく感じてないんですね。なぜならば、その代わりにマイクロマネジメントを経済においてもやっている、政治的にもメカニズムが変わってきてますので、例えば企業に対しても直接その紙で指示が行ったり、あるいは党組織を介して口伝えにこういうことなんだっていう連絡が行ったりするような状況になっているわけですよね。この状態の中で、例えば全人代であれば、首脳の記者会見はしないけれども、その間に部長級の記者会見はいっぱいやってますと、現場が見てますと、大きな形での方向性を指し示すような大きなメッセージ発信ということは、習近平氏以外はあまりやる必要はないけれども、各々もうそれぞれの現実的な施策というのは取れてますよと、こういうふうに政策のありようの考え方自体が変わってしまっているということだと思います。ですので、先ほどカリュウさんが何が出るのかわからないし、あまり期待できないとおっしゃっていたように、私も大きな変更をするような政治情勢にない、そもそも政治情勢にない、あるいは経済巧妙論の話が出てきて、中国経済には非常にいい状態なんですという発信ばかりしなさいと、それしなかったら罰を与えますよというような、中国政府の姿勢が出てくるような状況の中で、そもそも新しいものが提案できるような政治情勢にない、もう官僚も萎縮してしまっている、党の内部も萎縮してしまっていると、その中でできることを各部門が粛々とやっていく、こんな状況が続いてしまっているんだと思います。与えられた裁量がかなり小さく話が聞こえます、要するに、でも大体そういう時って、上からきちっとした指示、方向性が示されない時っていうのは、前例に倣って、ないしはその中でも手堅い方策の繰り返しになっていくじゃないですか、組織的には、そういう状況がずっと中国では今後しばらく続いていくだろうと、こういう意味、つまりなんか冒険とは言いませんが、チャレンジというものが経済政策においても通商政策においても何においても出てこないような、組織としてそういうものになってしまっていると、こういう理解でよろしいですか。考えたら合理的なんだけど、ラディカルな変化をもたらすような構造的な問題には手をつけられない。例えば不動産税を取るとかですね、そういうことには手をつけられない状態だけれども、それでおそらくなんとかなる、当面なんとかなると思ってるんだと思うんですね。ブラックスワン型の突発的な事象、例えばコロナ問題のような、が発生すると、本当にどうにも手の必要がないような危機的状況に陥りますけれども、今ある問題というのは全体図としては見えている、どんどん悪くなっているけれども、全体図は見えている、大きな灰色の際の方の問題なので、これはもうとりあえずできることから粛々とやっていく状態が続いていると、こういうことだと思います。ここからは、中国の過剰生産によって米中の経済戦争が再燃するリスクについて伺っていきます。中国による過剰生産やダンピングを問題視したバイデン大統領は、先月17日、中国の鉄鋼やアルミの関税を現状の 7.5% から3倍に引き上げを検討するようアメリカ通商代表部に指示したことを明らかにしました。一方、中国では先月26日、関税法が成立、12月1日から施行されます。公表済みの草案によりますと、貿易相手国が中国に関税や制限を設けた場合、報復関税などの措置を取ることができるようになったとみられています。米中が互いに牽制し合うような動きを見せていますが、真壁さんはこの米中経済対立が再燃するリスク、どうご覧になっていますか。まず米中の対立というのは、関税に限らず覇権国争いだと思うんですよね。要するにトップオブザワールドに立つ国、今はアメリカですけど、アメリカの前はイギリスだったわけですね。イギリスからアメリカになって、で、約100年経つ、これからね、でそうなると大体過去の歴史を見ると100年経つと覇権国っていうのは変わる可能性があるので、イギリスだけが200年ということはありましたけど、そうするとじゃあ次の覇権国はどこになるか、そのナンバーワンの候補は中国でしょうね。そうすると中国の習近平さんは、主席は、覇権国、要するにトップに立ちたいという願望は非常に強いと思うんですね。でそれに対してアメリカはそれを抑えにかかりますから、当然のことながら覇権国争いは熾烈を極めて、これは1年2年3年4年というタームではなく、5年10年もう少し長くなるかもしれませんね。でその中 の, その、コンペティション、要するに競争の中の部分集合が貿易で、貿易のところは関税をかける、あるいは関税を上げる、
で関税を引き上げるというのはですね、うん、これはあの非常に大きなあのリスクがあって、それはなぜかというと、うん、相手国は報復措置を取りますから、はい、そうすると一つの国が関税を上げるとそれに対して報復関税、うん、またそれを報復していって、うん、結果的にその貿易を世界の貿易をですね、うん、崩してしまうかもしれない、はい、うん、そうすると今まで、ま、あの1990年代からグローバリゼーションということが、うん、あの進んできて世界全体の経済が効率化して非常にいい状況だったもの、うん、それが逆回転していく可能性がある、うんうん、そのリスクというのは大きいですね、うんうん、だからそのリスクは、ね、うん、あの日本 の, その経営者の方ももちろん考えておられると思いますけど、うんうんうん、日本の経営者の方が考えておられるよりもリスクは高いのではないかと、まあ、大きいのではないかと、うん、私は個人的に思ってます。米中対立が日本にダメージを及ぼすという意味でもおっしゃってるんですか。そうです、そういうことですね。そうです、はい、まあ、要するに全体として貿易が縮小していくわけですから。江藤さんはどうご覧になっていますか。うん、はい、この米中対立の問題はもう本当に、まあ、例えば半導体の話で言うならば、うん、どんどんと厳しくなっていっている状況ですね、うんうん、でその中で日本企業もあるいは日本政府もそれに対応するべく技術も含めて安全保障の措置の一環として新しいシステムを作らなきゃいけないという動きがますます強くなっている。これ国際社会全体の動きだと思いますけれども、うん、これ、まあ、おっしゃるように日本もそういった意味ですでに影響を受けている、うん、その対策を急いで作っているけれどもまだ間に合わない状況が続いているとは思います。でこの政治的、まあ、経済上の問題だけではなくてこれ強いて言うならば、うん、例えばデュアルユースの問題、軍事的な問題もつながっていくような技術の話というのがやはり強く関わってきますので、うん、関税をかけて、相手を押しとどめる、どれだけ中国の発展を抑えられるかと、うん、こういうところが同時に念頭にあるわけですよね、うん、中国が追いついてこないように経済的にも囲い込み、うん、軍事的に追いつかれないようにもしていきたいと、うん、ただ中国もそれに対する対応、例えば先ほどヨーロッパの話であるとか、はい、東南アジアの進出であるとかというような、はい、まあ違う手を打っていてロシアとの関係性もその中に入ってくる、ロシアを味方に引き込むというような形での違う動きも入ってくる、うん、非常に流動性が高い、うん、残念ながらリスクがあると先ほどおっしゃったことに賛同しますけれども、うん、流動性が高すぎて、うん、あの本当にもうその時々の状況を見続けないといけないですし、うん、対策を一度決めてもそれでそのまま続けられると限らないような、うん、常に対策を変え続けるような状況が続いていると思います、うんうん、その中で大事になってくるのは情報をいかに取るのか、うん、分析がいかにできているのか、インテリジェンスの問題ですね、うんうんうん、この点において日本企業も急速に対策を進めていますけれども、何しろ日本にはシンクタンクが、あ、ごめんなさいカリュさん、でもシンクタンクが少ないんですね。それごめんなさいカリュさんって言ったら何だか分かっちゃうじゃないですか。意味するところがシンクタンクがない、ね、ないんじゃない、すいません、どっちなんですか。失礼しました。あるんですかないんですかって、詰めらんじゃん。アメリカ型 の, その時事的な問題を、はい、集中的に取り扱うような、はい、あるいは、うん、ドイツにメリックスという中国問題を専門的に取り扱うようなシンクタンクがあるんですけれども、はいはい、うん、そういった特定の課題や政策に集中して時事問題を常に追いかけているようなシンクタンクが非常に少ない。これ日本の学術界であるとか今私所属している地形学研究所も含めて、本当にこの数年で例えば東京大学のロールズであるとか慶応大学の地政学関係の研究所であると、新しくそういったあの機関がなきゃダメだろうという動きが学術界含めて出てきてるんですけど、まだまだ十分に成長してないんですね。ですから各企業が自ら自分たちが情報収集をしなきゃいけないって走り回ったりですね、いろんなところに海外のシンクタンクにその情報を求めるような動きが高まってる。これ実は政策としてやらなきゃいけない問題であろうと思いますので、インテリジェンス能力の強化、まあ、この番組でも何度か言わせていただいてるんですが、喫緊の課題だと思います。ちょっと反論する。はい、そうそう、まず下から行きましょう。いやいや、でもね、カリさん、毎日毎日見てると流動性の話が出たんで、もうさらにもう一枚流動性が今加わろうとしてるっていうのは、この話をカリさんに伺いたいんですよ。でね、はい、まずあの僕はシンクタンクにいるので、いるいるいる、分かってますよ。それが十分にその役割果たせているかどうか、いろんな議論が残ると思うんだけど、はい、ただ、じゃあ例えば今のね、江藤さんの話の流れで言うと、うん、ここのところの米中対立の激化に伴って、そのカリューさんのところに対する企業側から の, その問い合わせっていうのは深刻さとか量とかっていうのはやっぱり急増しているんですか。やっ
ぱ我々その江戸さんも私の研究プログラムいらっしゃるんだけれども、はい、ウェビナーなどやるとですねやっぱ大勢の方がいらっしゃってて、はい、それ質問もたくさん寄せられるわけですけど関心がただおっしゃってることは正しいですよ、はい、すなわちこのいわゆるその我々の研究成果をねちゃんと皆さんと共有するというメカニズム、うん、日本は非常に弱いのでですねなかなか需要と供給がですね、うん、マッチングしない、うん、それはそれとして、うん、言いたいことは、うん、この米中 の, その、はい、経済戦争の再燃の話なんだけど、うんうん、総論がねお二方のおっしゃってること僕賛成なんだけど、うん、ただ、うん、このアメリカと中国バイデンと習近平はそれぞれ殴り合ってていやちょっとごめんなさいそのバイデンに代わってトランプも帰ってくるのかもしれない、はい、全部まとめて、はい、まとめて、はい、それでねちょっと殴り方がちょっと違うわけですよ、はい、なんでかというと、うんバイデン大統領が中国に対して鉄鋼アルミの関税を上げると言ってるけど、はいうん、中国にとってこれ鉄鋼アルミ決してアキレス腱ではないわけです、うんうん、で一方中国は、ね、関税法を成立させたわけですけれども、はい、関税法で何かというと中国を今輸入している部分に関しては、うん、ひょっとするとこの12月以降はですね、うん、輸入関税を上げると、はい、で中国は、ね、輸出超過の国なんですよ、うん輸出超過の国自分の輸入に対して関税を上げるというのは、うん、自分を苦しめてますますそうそうそう不均衡になるわけですから、うんはい、この2人の殴り方というのはちょっと素人の、うん、ちょっと素人で言い方危ないんだけ ど、まあ、ちょっと あんまり上手じゃないと思うんだけど、はいはいはい、さて、11月このトランプという人が仮に、はい、再選された場合、はい、これこそ大変だと思いますだからトランプという人は気まぐれだけどただね、うん僕はセンスが極めていいどういうセンスかというとセンスがいい相手の弱みを握るセンスがバイデンよりはるかにすごいと思うんですだから、はい、しかも、はい、なんていうの上げ幅がその 7.5% の3倍じゃなくていきなり 60% とか 100% とか言ってるわけだから、はいはい、僕はね北京からすると、うん、トランプよりもバイデンの方は付き合いやすいんだけれどもトランプになったらこれ大変で、うん、しかも先進各国はねみんなトランプモードで始めているんだけど、うんうん、北京がまだやっていないということがね、うんうん、やっぱ出遅れる可能性が高いと思いますただでも中国から見たときにね、うん、そのバイデンみたいな人とトランプみたいな人だったらバイデントランプの方がドーンと言ってくるけれども頼むよボーイング300機買うからって言ったらお分かったじゃあもう関税ちょっと下げるよってそういうなんかこう妙なディール話をしやすい話取り闇取引も含めて闇も含めて取引に応じやすいタイプの人いやいやトランプね一発で終わる人じゃないのでこの点に関して OK と言ってまた次ドーンとこう打たれるわけですから、はい、立て続けてくる可能性は非常に高いので、はい、しかも、まだトランプがね仮に当選した場合の、はい、閣僚のその面々、はい、まだ発表されてないわけですから、うんうん、僕は前回よりはもっと賢いメンツで構成される可能性も排除できないわけですから、うんうん、もっと激しく来る可能性高いと思いますよ、はあ、それはでもカリューさん、ね、日本にとってどうなのかなで中国に対してアメリカが制裁関税60とか70とか、まあ、この通りかけるとかしませんかけた時に、うんうん、じゃあ例えば中国からアメリカに対する鉄鋼アルミ、まあ、その他もろもろの産品の輸出がほぼほぼ止まった時には日本の企業にとっては対米輸出を増やすチャンスになるのかどうか日本も中国も同じように殴られるけれどもただ日本人はね、うん、殴られる時に腰を低くしてなんていうの分かんない例えがいやいや以前貿易摩擦の時と同じようにやっぱり、ね、腰低くして、まあ、参ったと言うわけだけど、はい、でも我が中国人民 の, その指導者がね負けない歯には歯って、うん、歯には歯でもっと殴られるから ね, なるほどねそういう付き合い方がね僕はね、うん、あまり習ってないような感じはするね、はあ、じゃあまだ日本の方がなんて言ったらいいんですかちゃんとアメリカとの落としどころをちゃんと分かってやっていくだろうからそうそうあんまりハードランディングしなくて、はい、ソフトランディングを図るので、はいだからトランプ 前回の時もそうなんだけど、うん、どんどんハードランディングさせているのが、うん、例のこの番組をいつもやってる戦狼外交なわけでしょ、はいはい、だからあんなのをやる必要がどこにあるか僕は分からないごめんなさいあの戦狼外交っていうのはトランプに対するアンチのトランプのあの時は一つのきっかけになってどんどんエスカレートしててどんどん歯には歯で来たわけだからね、はい、でも戦狼外交に対して中国ってあれ
江戸さんあれ反省したんですよね。これじゃあ諸外国から嫌われるだけだからっていうんで、手のひら返しにこやかな外交に微笑み習近平みたいな戦略変えたんじゃなかったでしたっけ。真っ向からの線路外交官みたいな形での発信というのは控えるようになってますね、はいはい、ただやっていることの中身としては中国の国内でやっている議論をそのまま外に出すようになっていますので、うんはい、相手を攻撃的にというよりも中国のロジックをそのまま外に出すという形での違うメッセージというのは出てきてしまっています。そうするとじゃあトランプ大統領がもし戻ってきちゃったらね、前大統領がまた線路外交に中国戻るんですか。さすがにそれはもうできないでしょ。やる、いや戦狼外交というよりも、うん、今の習近平政権の流れで言うならば、はい、議論が平行線をたどる、うん、そのまま議論が成立しない状況が続くという可能性の方が高いと思います。それはバイデン大統領でも同じだと思いますが、うん、中国は自分たちが持っている中国イメージ、中国像、うん、中国解釈、うん、これをどんどん表に出してきてますので、うん、アメリカ側がここは問題でしょ、ここは問題でしょ、うん、といったところで、うん、まあ、先ほどの過剰生産評価はいろいろありますけれども、はいはい、やってないと言い切るわけですね。こういった形での中国解釈というのをむしろ飲ませる動き、これが強まると思います。ここからは日本の脱中国はどこまで可能なのか伺っていきます。こちら、うん、日本と EU は2日、上川外務大臣や斉藤経産大臣が出席したハイレベル経済対話を開催。 WTO に基づく貿易体制を維持、市場歪曲的な産業補助金に懸念、同志国と連携し透明強靭で持続可能なサプライチェーンの構築など中国を念頭に置いた共同声明を発表しました。真壁さん、西側と連携して脱中国を図ろうとしている日本ですけれども、最大の貿易相手国である中国を排除するというのは実際問題可能なんでしょうか。少なくとも短期的に全部排除するというのは、うん、不可能です、うん、サプライチェーンはかなりきちっとしてますからね、うん、例えばコロナの時に、はい、中国の企業の操業率が落ちて日本 の, その住宅は、うん、納入は遅れたとかね、いろんなことがありました。はい、そういうことを考えると、ね、うん、短期的に見て日本がその中国のサプライチェーンを全部切り捨ててしまうということは事実上不可能だと思います。うん、そうするとサプライチェーンとか経済安全保障とか、まあ、うちでもよくやりますけれどもね、うんうん、じゃあその なんて適度なというかね、まあ、適度なですよ、適度なサプライチェーンにおける中国の、うん、脱中国とか適度な対中国を意識した経済安全保障ってどの程度のバランスって言葉で難しいんですけど、イメージ非常に難しいと思いますよ。在庫調整の ABC 調整ってのがあるんです。はい、ABC っていうのはね、はい、要するにその品物の重要性で A と B、うん、C に分けるんです。うん、で要するに C ってのは一番低いんですね。はい、で低いものは依存度が高くても構わない。はい、ところが A っていうのは非常に重要度が高い。はい、まあまあ、具体的に言うと例えば安全保障上の問題になるようなもの、はい、こういうものについては常に選択肢を持っておけと、はい、リスク管理上ね、うん、そういうことなんで、うん、だからそれを明確にすべきですよ、うん、A と B と C、まあ、もちろんその、うん、日本の政府の一部の分の中ではね、うん、そういう分類はもうできていて、はい、でそれに関してどれぐらい分散ができているのかっていうのは、うん、まあ、調査はもちろんしてるんだけど、うん、分散はねまだ足りない。うん、やっぱり中国っていうのは世界の工業製品の大体3分の1を中国で作ってますから、ほう、ですからそれをすぐにその分散するって言ってもそう簡単にはいかないんで、うん、やっぱり 中長期的にコツコツとやっぱり積み上げていかざるを得ないんですよね。カリーさん、いかがですか、中国とのその経済関係排除することは可能かどうかっていう、こういう話です。いや、今難しいとおっしゃったんで実は簡単、はい、中国のマーケット手放していい部分に関しては、うん、を切り離す、いやこれは手放しちゃいけないというのは、まあ、やっぱり維持しなきゃいけない。なるほど。ただ EU と議論したって僕は ある意味でしょうがないわけだけど、なぜ、うん、かというと、うん、売りたいんだけど売っちゃいけないと言われてるアメリカなわけだから、はいはい、アメリカが後ろ全部決めてるので、うん、EU 別に決める権限何もないわけですから、うん、もちろん同盟国だから、うん、仲間だし、うん、当然その何かあった時にお互い連携するのが僕は面白い話ではあるけれども、うん、やはり最後問われるのが日本の企業が、はい、この中国のマーケットもいらないと、言えるかどうかなんだけど、言えると思います。いやだから業種によるんだけど、はいはいはい、例えばハイテクの部分に関しては、うん、いや、やっぱりいるんだけどアメリカに言われてしょうがないなという部分、うん、で例えば、そのアパレルだとか、うん、自動車だとか、うん、それはいらないと言えないんだから、自動車の場合は3000万台売れてる中国のマーケットいらないと言ったら、うん、
日本の自動車メーカー何社が決算できるかですよね、はいはい、ですからやっぱり自分の心の中の決心ですよ、うん、このマーケット、うん、切り離すことができるかどうか、うん、そこだと思います。それは輸出先としての中国に対する今の見切りの話じゃないですか。でも一方じゃ中国から輸入するところっていうのはあまり日本は懸念するようなものは、要するに機微技術に関連した中国からの輸入品っていうのはあまりないんですか今。ね、はい、この今までの10年間ずいぶんその辺のリスク管理がですね、はい、私かなり進んでいると思うので、うん、ね、例えば例のそのレアアースでも、ね、はい、最初一発やられるときにみんなびっくりしたんだけど、うん、今言われてあそうって感じなわけですから、かなり大々的なそのあれができてるわけですよ。江藤さんいかがですか、中国マーケットと その、はい、まあ、切断可能かどうかって話です。今のお話にあったように、はい、切断することは難しいんですけども、うん、もう一つ EU と議論するべき話というのが、うんうんうん、EU と日本の各企業は中国マーケットでの競争相手でもあるわけですよね、うん、はいはい、ですので特定の例えば、うん、機微技術に関わるようなもので、うん、日本が出さないと、うん、こういう動きをしているのをヨーロッパの何らかの企業がマーケットを取りに行ってしまったら技術も出てしまうし競争に負けるという形になってしまう、 そうですよね、その足並みを揃えるための議論の場所が必要であるということは間違いないと思います、うん、日米 EU って意味ですよね。でアメリカに関してはもう一点別で、はい、アメリカの場合は半導体の規制が強化されていることにも分かるように、はい、スモールヤードハイフェンスっていうのが本来であれば、はい、技術を守るための、うん、まあ、概念であるべきなんですね、はいはい、だけどスモールヤードがどんどんラージャーになってきている、どんどん守るべき対象をアメリカは広げようとしてしまって、そこにはアメリカの念頭にある対中競争っていうのがやっぱり出てきているわけですね。でこれをやめてほしいと思うのは日 EU 一致しているわけです。これは中国に対する、まあ、バッファーであると同時に、うん、アメリカに対する働きかけが必要な時には一緒にできるような意思疎通をしておくべきであるという意味でも重要な対話だと思います、うん、それっていうのはアメリカとかアメリカにしてみたらですよ、スモールヤードハイフェンスっていうのは本当に例えば経済安全保障の上で重要な機微技術最先端のものっていうのはでも全く守る、まあ、完全に守ると、他のものは自由にやろうよっていうなったらいいんだけれども、だん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 今度は経済安全保障じゃなくて覇権国同士の戦いで自国の権益だが自国のアメリカのその覇権国としての立場を守るために徐々にそのテリトリーを広げているのに対して日本は付き合わざるを得ない状況にないですか。付き合わざるを得ない状況になりつつある、はい、と思いますので、はい、それを日本だけではなく、うん、他国を巻き込む形でできる範囲の線引きをちゃんとします、うん、IRA におけるその生産拠点の問題であっても、はいはい、各国は日本より先に協議してるわけですね、アメリカと直接に。アメリカにやれるんだったら日本もやるべきなんですよね、うんうんうん、その際にやっぱり一対一で向き合うよりも、うん、ある程度の組み合わせ他国との一緒になってやっていった方がいい。これは中国に対しても同じなんですけれども、うんうんうん、そういった意味での、まあ、中小国の連携、はい、アメリカ、はい、米中の対立構図以外の部分での連携というのがあるということ自体が非常に重要だと思います、はい、うん、それでは日中経済のあるべき姿と題してご提言をいただきます。まず真壁さんお願いします。はい、私はですね、うん、日本が中国に限らず国際社会にですね、うん、明確なそのスタンスを、常に、うん、持ってでそれに基づいて、行動すべきだと、うん、というのはですねその時々で変わってしまうとやはり信憑性がなくなって信用を失うんですよね、うん、で信用を失った国っていうのはやはりやっぱりうまくいかないんで、うん、経済運営をするためには明確なスタンスを常に持ってそれを明確に示すということが必要だというふうに思います。はい、では柯隆さんお願いします。はい、今日の議論はずっと中国リスクの話してきたんだけれども、うん、僕今中国はね岐路に立っていると思いますので、はい、どっちに行くか、うん、でそのためにいろいろ分析をしなきゃいけないので分析するのが我々シンクタンクでございますはい、よろしくお願いします、はい、では江藤さんお願いします、はいはい、私からはですね、はい、変化とさせていただいて、これ中国の、うん、今日の話は中国でしたけど、はい、その周辺ですね、うん、アメリカだけではなくてヨーロッパの方たちと意見交換しても、うん、準戦時体制に近いような非常に高い危機意識を持っている方たち増えているんですね、はい、ということは外交攻勢も今盛んに駆け引き行われているように、うんうん、
もう思い切った選択をして大きな変化が起こる可能性がある時期にあるんだということ、うん、常に情勢は変化しているので、うん、私もシンクタンクの一員として情勢を考え続けたいと思いますけれども、変化を追いかけ続ける、そのための経済インテリジェンスを含めたインテリジェンス能力の強化ということが重要だと思います、うんうん、そういうなんて言うんですか、その変化を察知する能力って日本は他の国に比べると高い低いっていうのはどうなんですか。全く遜色なく持ってると思います。ただ持ってる、機能していないといいますか、組織化されていない、はい、例えばカリュウさん、まあ、中国の方とはいえ、はい、非常に高い危機意識能力を持っておられる、うん、それをもっと発信するだ、個人として発信するだけではなくて、うん、組織としての発信であったり、ありがとうございます、はい、特定の組織我々地形学研究所も含めてですね、なるほど、大きく打ち出していくと、日本としての立場を発信するのもそこに含まれると思います、はい。